ぞ。はっ、ゴン、修行の成果を確認するぞ。俺もバッチリ仕上げてきたからね。逃がさないぞ。っ、一度クラピカとも戦ってみたかったんだ。ゴン、受けて立とう。いくぞ。見つけた。げ、ひそか。逃がさないぞ。下がれ、コアッパが。戦ってみなきゃわかんないでしょ。いくぞ。おい、ゴンフリークス、試しているのはどちらか教えてやる。絶対ぶっ飛ばしてやる。いくぞ。そんな包帯だらけの人となんて戦えないよ。怪我人扱いか。その甘さが命取りになるぜ。いくぞ。俺たち同い年くらいだね。これが終わったら友達になろうよ。うん、約束だ。ダラー、はい、怖えけど、だからこそ戦う価値あり。幸運かもしれんぞ、真の恐怖を知れるのだからな。よっしゃー、どんと来い。元気でいいね。ダラー、うい、諦めないのが俺の唯一の武器だ。何それ、そんな根性論で俺とやるつもり。でこんなガキが挑んでくるなんて、このディオも舐められたものだ。見た目で判断すんじゃねえ。で、せ、高えとこから見下げてくれてどう思う、デカブツ。デカブツね、失礼なお子様だ。勇者って魔法も剣も使えるのか。闇団長みたいですっげえな。そうかな。リヒヒ、隙あり。この俺の憎しみで幻は現実になる。憎しみを束ねてもそれは脆い。隙あり。俺の怒りが消えることはない。憎しみ、怒り、そんなもん束にしたって俺には勝てないぜ。逃がさないぜ。お前もカードを使うのか。もちろん。逃がさないぜ。今こそ目覚めろ、俺の中の竜よ。ならば俺のオシリスも見せてやるぜ。隙あり。これは俺の正義と信念をかけた戦いだ。やめときな、正義だ悪だと口にするのは。この世のどこを探しても答えはねえだろう。隙あり。手っ取り早いのは本体をぶちのめすことだ。ふん、それはどうかな。デュエル。どこを見ている。城太郎、おめえはオーラーには勝てねえ。戦わなくてもわかる。
あまり舐めた態度取るんじゃねえぞ。俺はやると言ったらやる男だぞ。どこを見ている？スタープラチナの速度についてこられるか。私もスピードには自信があるんだ。まだだ。迷子か。困ったガキだぞ。てめえがムカつくってことは十分わかった。どこを見ている？ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。どこを見ている？スタンド相手に切れないから手加減はしねえぞ。舐めてもらっちゃ困るな。来い。ずっ。よっ。我が血と力のもとにひれ伏すがいいぞ。僕も大概だけど、君も相当だな。ふっ。お前なんかにやるものはない。覚悟しろ。お前は特別な人間のようだな。恐れることはない。友達になろう。ふっ。人間は何のために生きるのか考えたことがあるかね。愚問だな。私には生きる目的がある。ずっ。本当に私を撃とうとしているのか。俺に先に抜かせるとこの世で後悔できなくなる。ずっ。ヒット。死神すらもこのディオが支配してやるぞ。吸血鬼ごときに負けるかよ。うわー。おめえすんげえ力持ってんな。面白い勝負になりそうだ。この人には全力で戦わないと勝てない。うわーて。この威圧感絶対に負けられない。なぜだか剣を使う相手には怒りが湧いてきますね。こいつもガキだってのに凄まじい力を隠してやがる。この人は怖そうに見えるけど悪い人じゃなさそうだ。うわーてや。全力で勝負だ。ドラゴニックオーラ全開。ああ手加減なしの力比べだ。そなたの紋章、いや似ているが別物じゃな。あ、女の人とは戦いにくいな。うわーて。この人隙が見つからない。いい顔だ。君は立派な先生に学んだんだね。うわ。俺の全ての力を燃やして受けて立つぞ。燃えろ俺のコスモよ。奇跡を起こせ。ガーッ。ドラゴンの鎧、竜騎衆とは違うみたいだけど。何を言っている。この紫竜手加減はせんぞ。うわー。君の目すごくいいよ。ああ今すぐ君を壊したい。な
なんだこの人。ソラ、ソラ、サスケ、俺はまだ諦めてねえ。いい加減しつこいぞナルト。ソラ、ここでお前らを消すとしようぞ。こいつ、おじいちゃんが言ってた。ソラ、ソラ、久しぶりだなナルト。お前と本気の手合わせは。ああ、負けねえってばよガーラ。ソラ、へへ、そろそろカカシ先生は追い抜いたんじゃねえかな。やれやれ、先生らしく指導させてもらおうかな。ソラ、若い頃の父ちゃんか。絶対勝つ。自分の子供には負けらんねえってばよ。おっと、お前と違って俺は繋がったもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。甘いねえ。甘い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 。行きますよ。はっ、今回はあなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。やってみなきゃわかんねえさ。行きますよ。はっまた地獄のショーを見たいようですね。やろう、バカにしやがって。行きますよ。はっ、以前のようには簡単に終わりませんよ。何度やっても同じだ。行きますよ。はっ、貴様らに殺されたナメック星人の怒りを思い知れ。あなたもしつこいですね。行きますよ。はっ、どうですかセルさん、ちょっと運動でもいたしませんか。いいだろう、ちょうど私も退屈していたところだ。行くぞ。ゾロ、俺は手加減しねえぞ。ええ、ウイスキーピークの決着ここでつけてやるぜ。俺が勝ったらすぐ飯にするぞ。じゃあルフィ、おめえは最後だ。うりゃよっ、会いたかったぜ麦わら。お前、黒ひげ、行くぞ。よっ、ルフィ、わらわはとても良き妻になれると思うぞ。結婚はしねえ。行くぞ。ふや、どれほど強くなったか見せてくれ。負けねえぞサボ。行くぞ。ふや、俺は誰にも潰されねえ。ゴムだから。ゴムの個性分析しなきゃ。てっ、言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。わらわに勝てる男などおらぬ。てっ、と、七部会、相手にとって不足はねえ。そなたに興味はない。ルフィはどこじゃ。てっ、てっ、たとえ死んでも俺は女は蹴らん。そなたに興味はない。ルフィはどこじゃ。てっ、てっ、
と七部会のよしみだ。仲良くしようじゃねえか。そなたに興味はない。ルフィはどこじゃ。てっ、はっ、海賊女帝か。手ごわいな。そなたがルフィの兄か、一目見ておきたかった。はっ、と小僧め、力の差を見せてやる。そんなの無理だよ。だって女だもん。てっ、そうか、君の名前が分かったよ。君はシンデレラだったんだな。たわけが、石になるがいい。見えるかね、払う誇りが一つでも二つでも目に見えるほどの違いはない。アイゼン、インテリも度が過ぎてるな。はっ、なんだこの異様なコスモは。ホローも死神も超越した力さ。見えるかね、黒崎一護、元気にしていたかね。アイゼン。いいと。やあ、アバライレンジ、六番隊の諸君は即再会。なめやがって。ふん。なんと。バカな。貴様は。久しぶりだ、朽ち切る気や。ふん。見えるかね。あんた。きっといい死に方できないね。そうだな、死ぬ時が来るならそうかもな。まだまだ。いや、丸腰だなんて随分な自信だな。大丈夫、俺の指ナイフより切れるかも。まだまだ。なんかあんたも変わった兄貴がいそうだよね。ああ、そうだ。共に鍛えられた。逃げんなよ。じゃ、なんかやりづらいね。私も同じ気分だ。まだまだ。俺と遊ばない？イルミにバレたら怒られそうだな。見切った。お前なかなかできそうだな。流派はどこだ？拙者の剣は飛天御剣流。いざ勝負。行くぞ。あらあら、ずいぶん小柄なヤサ男が出てきたな。見た目と技術は別でござるよ。勝負。行くぞ。いっ、ついに死神が見えるようになってしまったか。ああ、悪行を清算する時間だぜ。行くぞ。抜刀斎、この俺が直々にぶっ殺してやる。獅子よ、お前は必ずここで食い止める。